では、やっぱり気になるから、こっち行ってみようか。イルミナスポット。さてと、この出だしということは、イルミナポケモンが見られるんじゃないかな？そのあたりの下？水ポケモンか？おお！ミロカロスか！なるほどね。確かに生えそうだわ。そのミロカロス追ってくれ！そうか、島に対して一種類と考えると、この島ではミロカロスなのか。ああ、いいね、いいね、優雅だね。全身、このね、泳いでる姿って結構レアなんですよね。なんというか、割と対戦中はね、トグロを巻いてるような姿が印象的ですからね。これで、あ、でも水中にいるからイルミナオーブを当てることはできないんだね。でも自発的に光ってるよね。クリスタフラワーに近づけば、イルミナ現象が見られるかな？ちょっと、フィルムを温存しておきたいけど、撮ってもおきたい。あー、これ結構いいんじゃないか？どこ行ったの？イルミナオーブはありますか？イルミナ、クリスタフラワーか。泳いでるね。この先に何かがあるのか。乗り越えて、フワリンゴなら水中にも、あ、なるほど。え、水中にも届く？あ、沈んだ。え、今まで浮いてなかったっけ？どっか行っちゃったけど。なるほどね。あ、そうか、上から下に向かって投げるからか。遠くに投げると多分、あれで、うまく沈まない時もあるって感じなのかな？リンゴ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 。これ当てるとなんかあんのかい？あ、ゴツンと、あーららら。結構反応するな。コツン？これぶつけてひるませると動きが変わるみたいなのもあるかな？おー！あー、水面から出てるとよりいいね。あ、この辺日差しが当たっててすごくいいな。あの辺で綺麗に撮りたいね。お、いいよ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 。いいね、綺麗だね。でもなんかこうやって泳いでんの見ると印象変わるな、ミロカラス。さて、リンゴ当たんない。リンゴを当てて動きを変えようというのはちょっと難しいな。ていうか今一瞬あれだよね。水面から出たところでイルミナオーブ当てておきたかったよね。それか、あ、そうか、これでぶつけるとしばらくして出てくるとかあんのかな。あ、待って。イルミナオーブ、イルミナ。お、光ってる光ってる。おー、お、なるほど。おー、いいよ。あー、いいね。この瞬間いいよ。なるほど。多分イルミナポケモンだから、オーブをぶつけたところが本番なわけだ。そのためにリンゴで、一旦誘導しようみたいな感じだな。いいじゃないか。あ、ちょっと待って。奥にもクリスタフラワーあんな。ちょっとこのルートからは外れてるか？多分、その、ミロカラスが近い時に近くの、おーおーおーおおお近くのクリスタフラワーに当てるとより色いというかあるんだろうな。どこ見てんの？どこ見てんの？おー、すごいな。幻想的だな、これ。ここにね、ミロカロスしかいないっていうのもなんか不思議な感じがするね。特別な場所なのかな。なんというか、この辺にね、ヒンバスが大量にいて、その中の一匹がミロカロスになったって感じではないよね。ミロカロスに進化して、で、最終的にたどり着いた特別な場所って感じだよね、この辺。もう奥地まで行っちゃったかな。追いつけないかな。もうゴールかもしんないね。なるほど。でもなんとなくコツは分かったような気がするね。ちょっとリンゴで反応を出して、水面に出てきたところとかを狙うみたいなのが、ポイントになりそうだね。で、ここがゴールか。なるほど。こちらからのアクションで結構、ポケモンの動きをいろいろ変えられるから、いろんな写真を狙えるわけだ。ただ単にレールの上に沿ってね、動いてるだけで、このパターンの写真が撮れないよっていう、範囲の狭さはないんだよね。それゆえに奥深い。そして難しい。やりがいがあるね。さあ、写真のチェックを始めようか。いろいろ撮りましたが、やはりイルミナポケモンは、この、イルミナ現象を捉えていないと、評価してもらえないので、数はちょっと少なめでしたが、これになりました。泳いでいるところ、泳いでいるところで1500点もらえるのか。相当だね。向きはあれだけど、おお、結構いいな。
そうだな、全身が綺麗に映って2000点、まあそうでなくても1800ぐらいまでいけば5000点も狙えるね、これで。特殊なポーズでより1500点以上の価値があるポーズもあるわけでしょう。狙っていきたかったね。このイルミナスポットにもな、レベルがあるってことはルートとか状況が変わるわけだよな。さあ、2匹目のイルミナポケモンが取れてみんなウキウキ。やっぱりこの島にもイルミナポケモンがいたね。一切は実際に起きたことって前に話したよね。そうか、このイルミナポケモンを追いかけていくことでちょっとお話が進んでいく感じになるのかな。ポケモンたちが作った大昔の災いって、おそらく隕石の落下。ポケモンでは割と出てくるけど、隕石の落下か。なんかもうこの時点でデオキシスが出てきそうな雰囲気を感じるんだけど。名前はテルル隕石。今から2000年くらい前の出来事だよ。言い伝えには、イルミナポケモンの力が散らばってポケモンたちみんなが光るようになった。とある。しかし僕の考えでは、ポケモンたちが光るようになったのはテルル隕石の影響で、その影響を大きく受けたのがイルミナポケモンだと考えているんだ。え？でも2000年も生きてるわけではないよな。言い伝えが間違っているの？解釈の違いなんじゃないか？それを確かめるためにこの調査が重要なんだよ。博士ってなんというかその数理学的ななんていうの感じだと思ってたんだけど、どっちかというと歴史研究家的な感じなのかな。調査は進んでる？トロ君、ネオ1号で他の島に行くのもいいけど、ここで撮影するのはどうかな。そうはやってなかったね。普段見てるポケモンたちもいろんな表情を見せてくれるよ。ベースキャンプの左上のアイコンから始められるんだ。あれ？今まであったっけこれ。ようやくできるようになった感じかな。気が向いたらやってみてね。ま、それもいいですけど、あ、なんか前にもあったような気がすんな。よし、で一通りこれで行けるところは全部行ったので、また調査レベルを上げつつ、新しい要素が出ないかを見に行くという感じになるかな。調査レベルを2に上げてないところがまだあると思うし、3に上げたらなんか起こるところもあるだろうから、それを見ておこう。さあ、コピアリーフのこちらの海岸の方に行きます。リンゴだよ。浮くんだよな。リンゴが浮くところと浮かないところの差は一体。お、反応してる？近づいてる？警戒してんのかな？蛍光を一箇所に集めたいな。お、いいよ、この大きさ、いいよ、この大きさ、いいよ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 。イルミナオーブを当ててみたいという気持ちもあるか。あ、あれ？この島のイルミナオーブ、まだもらってないか。それを探すのも、一つのポイントになるな。あ、キャモメいいね、この角度。あとはこれか。クリスタフラワーを写真に撮っといても、でも光ってないからどっちみち変わんないかな。夜のここの辺に行けるようにならないとね。お、いいね、全身映ってるね。綺麗だね。よし。おー、相変わらず近いな。わー、これズームじゃない方がいいな、今のは。あとは何かあるかい？出た渦潮。奥でマンタインが飛んでんだよな。リンゴをぶつ、なりまくるとなんかないかな。この音楽が何かに影響したりとか。これ、出てきたコイクキングにフワリンゴをぶつけたい。お、めっちゃ高いじゃん。これもレアか、もしかして。お、めっちゃ高い。おもう完全に空がバックだな。今回、どうだろうな。お、来るか。これは出てくる瞬間撮りたいな。怖っ。これめっちゃ怖いな。ちょっと引きの感じから。行くよ。よいしょ。あー、どうだ。ぼちぼちかな。お、満タンいいね。ペリッパーにリンゴ、ぶつけたりして何かあるかな。お、どうだ？おお、おお、なるほどね。あんな風にご飯食べるんだ。サーチしてみようぜ。
これはさっきの巣だね。前も見たやつだ。ホイル王のお尻。では、怪力。怪力がマッスルポーズを取る瞬間を狙いたい。もう分かっているからね。お前がポーズを取るのは分かっているぞ。分かっているぞ。分かっているぞ。さこい、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 さこい。さこい、来い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 。早く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 。待ってるんだけど、待ってるんですけど。まだかい、まだかい、まだなのかい。撮った写真の枚数とか、音楽とか、いろいろ条件が違うのかもしんないな。今回はポーズしてもらえなかったな。満タンいいなぁ。リンゴに反応しないのかな、これ。なんかピチピチやってるけど。おぉ。もっとリンゴを積極的に使っていきたいな、これ。キャムーダメか。で、ここのルートを開拓したんだよね。じゃあ、あえて今度はここを通らずにやってみようか。左の海を渡っていく感じだね。お、ゴールが見えてきた。お、追いかけられてる。サニー号にとってね、ひどいでは天敵なんですよね。ほら、ほら。ぶつからない。うわぁ、3匹がかり。ピンチですよ、これ。命のピンチ。背中になっちゃうな。そろそろ調査終了か。サニーゴさん、サニーゴさん、集まって、集まって。あ、ぶつけたらちょっとびっくりしてどっか行っちゃったな。だからぶつけずに誘導しないといけないんだろう、これ。大変やな。で、サニーゴはまだ追いかけられっぱなしだったのか、あれ。こっち向いてー。ダメかい？終わっちゃった。ひどいで。追いかけっこしてるのかな？そんな生優しいものじゃないと思うんですが。こっちを向いてないっていうのがちょっとあるかな。でも、そうだね。ひどいでが3匹いるから、他のポケモンの点数は結構いいね。ホイル王、出てきた瞬間です。興味深い行動だね。確かにわざわざな、海面に出てくるっていうところが、なんかありそうだよね。ガリキー、お！スクワットしてるポーズが評価されてるね。素晴らしい！最高の瞬間が撮れてるよ。お、大きさいいね。向きもいいね。これやばいな。いい点数だな。さすがにこれはこっちだね。博士、みんな揃ったよ。お次はなんだ？新たに転送スポットが見つかったんだけど？え、また新しいところ行けるようになるの？どこどこ？なんと、海の中なんだ。あわー、そういうことか。レンティル解消。すげえ。ただ、ネオワン号は海に潜れない。あれ、潜れないんだ。改造して海の中も行けるようになった。早いな。仕事が早すぎる。なんだ、びっくりさせんなよ。博士、何でもできるな。なので、今度は海の中の調査もお願いするね。海の中か。トール君は海の中までは行ったことないもんな。新エリア開放。これで大体出揃ったって感じなのかな。この辺空いてるのちょっと気になるけどね。ちょっと島もあるし。ま、とりあえず、こっち行ってみましょう。海中。さあ、海の中だ。綺麗だな。そうか、これ最初からバリア張ってないと水が入ってきちゃうもんな。出たね。お、コイキングがすごいのほほんと泳いでる。いいな、コイキングがああいう風にのほほんと生きていける環境が理想的なんじゃないかな。なんか普段はもっと切羽詰まってそうだもん。いろんなところに打ち明けられたりしてね。あ、サニーゴいるね。いいね、いいね。ラブカスもね、なかなかいいよね。ラブカス、ラブカス。お、近くていいよ。バックの青と生えてるよ。よしよしよし。あとはどうかな。この辺りはちょっと少なめかな？ん？ん？あ、これか。洞窟があるが岩で塞がれていて通れない。役人は岩がなんとかなれば通れるようになると言われた。おお、ネオラントいるじゃん。ネオラント。お、なんだこれは。回転してる。地止めいいね。ちゃんとリンゴも投げられるけど、海中だからちょっと遅いんだね。あ、当たった。反応しますかい？お、結構ちょっと見てる。
ネオラント。海底を這うように進むんだね、これ。何かあるかい？ん？これか。お、クリスタフラワー。え、マジで光ってる？光ってるんだったら取りたい。桃色に？キリコーバさん？キリコーバさん？え、ネオラントさん？取れないんですけど。ほらー、ちょっと。クリスタフラワーを取らせて。ダメかい。そういう問題じゃないんだけど。ワカメー。お、いいね。これは光ってる状態を撮影できたってことになるかな？お、近い！あー！くそー！絶好のシャッターチャンスを逃してしまったぜ。お、オクタンがいるね。このあたりは、こんなもんかな？ネオラントいいなぁ。あんな地止めだったんだなぁ。お！ホエルコだ！オクタンがすげえビビってる。ああ、ホエルコ強いなぁ。ホエルコさん、こっち見てもいいのよ。音楽に反応する子はいないかなぁ。お、サメ肌。いいね。方園の海に近いのかなぁ、この辺。ホエルコの影でけえ。お、ちょっと回転してたね。こっち向いてくんないかな。お、いいよいいよいいよ。あー、でもちょっと、うまく映ってないな。サメ肌、サメ肌が群れになってるところも取れそうだな、この辺。頑張れば。そこの方は見えない。暗いなー、怖いなー。めっちゃでかい何かが出てきそうで怖いもの。そしてより深海に。ハリーセンか。ハリーセンもいるんだな。いいぞいいぞ。上の方とかは特にないかな。ハリーセン、こっち見て。こっち見て。こっち見て。この鳴き声なんだろうな。お、ぷくっとしてる？お、いいねいいねいいね。あ、お、リンゴ食べるじゃん。いいね。お、あ、お、喜んでる喜んでる喜んでる。今すごいんじゃない？いいよいいよ。何の声だ。お、お、膨らんでる。これはレアショットじゃないか。いいぞ。おぉ、どっちを出すか悩むな。おぉ、ハリーセン。結構こっち見るな。威嚇してるな。ハリーセンの威嚇ポーズか。いいね。お、毒クラゲ。この辺はね、実はちょろっと見てたんだよな。他の人の動画で。他の人のっていうか、霜降り明星さんなんですけど。毒クラゲ。こっち見ないな。お、明るい。撮りたいな。あー、でも向きが。すごいな、この背中の感じ。すごい生物感があるというかね。お、これいいね。いい角度だ。特別な行動をしているところっていうのはなかなか撮れないけど。おー、おー、いいよ、これ。下から撮る毒くらいで。あ、満タイン。この群れ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。全体をきれいに映す。あ、もう終わりか。ああ、最高の方のこの群れになってるところよかったな。うん、リンゴ食べて喜んでいる姿。それか、威嚇してめっちゃ膨らんでいる姿か。これかな。これが暫定1位だな。これも好きだけどな。喜んでるところな、綺麗に真ん中に取れてないな。これだな。さあ、写真のチェックを始めよう。コイキングさん、このびちゃびちゃに勝る点数になるかどうか。落ち着いていて、おお、大きくて。おお、結構いいじゃない。4000点いったか。じゃあ、こっちかな。これも好きなんだけどな。悩ましい、悩ましい。この躍動感とね、コアルヒーが横向きに見てる感じが好きなんだよな。ごめん、ちょっとこっち残させてください。どうしてもお気に入りなんだ。そしてラブカス。大きさ向き1。お、惜しいね。向きは悪くないね。あとは1か。大きさこれ以上取れたか。なるほどね。ネオラント。ちょっと今回うまく取れなかったけど。寝ている姿はいいんじゃない？
眠っているところ。大きさまあまあ。あ、言っても意外といいな。クリスタフラワーが背景に入っているから風景点が上がった感じかな。満タン、群れをなしているよね。ちょっと一体あたりの大きさが小さいかなという感じもするが。あ、でも悪くない。でもあんまり下から見上げるような俯瞰角度は、向き的には良くないか。でも他の墓地もいっぱい映ってるね。ホエル子、がっつり威嚇してます。オクタンを威嚇することあるんだな。いたずらをしているようだね。いたずらという可愛いものですんのかどうか。オクタンめっちゃ逃げてたからな。お、他のポケモン。なるほどね。その、いたずらされてる対象ががっつり映ってるっていうのがいいんだね。ハリー戦。ちょっと威嚇の方でいきます。なかなかこのぴったり収まってる感じがして、個人的には好きなんだけど。興味深い行動だね。お、大きさいいね。うん。いい感じ。毒クラゲ、シンプルにイケメン。大きさもいいし、向きも位置もいいよ。毒クラゲもね、なんとか一箇所に集めるとより映えそうだね。で、今回クリスタフラワーを取ったので、このエリアのイルミナオブが手に入るはずです。アルバム保存ってそういえばやってなかったな。調査した後は研究室のマイスペースにあるアルバムに保存する写真を選べるよ。エクストラ撮影では設定を変更してもう一度撮影できるから試してみてね。このね、姿でね、真ん中に乗ってる感じができたらいいよなぁと思ってた。少しだけ明るくして、ぼかしはよくわかんないな。よし、せっかくなんで残してみよっか。と、こういうこともできるわけだ。この写真は、評価には出さないけど残しておきたいなぁみたいなやつを。選んで残すと。でも今までの分が全部保存されてるわけではないから、各調査ごとに残しておきたいのは残しておかないとねっていう感じでしょうね。よし、OK。ようやくコピア諸島で使えるイルミナオブができたよ。待ってました。ピンク色っていうのいいね。さあ、ではせっかく、オーブをもらったので、レンティル解消の方で行きましょう。桃色だよ。ん？当たった？ちょ。ラボカスも近くで見るとなんかちょっと模様がかっているように見えるな。下から撮ってみようか。あー、動かないで。ちょっと鱗っぽくも見えるな。気のせいかな？おー。ラボカスが光ってる感じはとても綺麗だね。お、サニーが近い。これはいける。光らせて。おー。どうかな？ちょっと今回はネオラント狙ってみたいな。とりあえず音楽を流しっぱなしにしてどんな反応するかを見るみたいなのもありかな。ちょっとこのネオラントを動かしてみたいけど、こっちにもいるんだよな。ネオラントさん？ネオラントさん？反応して？反応してないね。リンゴには興味ないのかな？ぶつかっちゃった。イルミナオーブ。おお。蛍光魚に比べると結構でかいからな。なんか、取り替えのあるサイズ感って感じがするね。隠れちゃった。ちょっと近いかな。これ、サメ肌にリンゴぶつけたらどうなんの？めっちゃ怒られたりしないかな。そもそもぶつけらんねえ。動きが早すぎる。お、真正面いいね。あ、オクタン下にいたし。お、めっちゃ怒ってる。いいね。オクタン、ちょっと寂しそうだ。リンゴ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 。リンゴ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 。そろそろ調査終了なんです。そうか、サーチで反応するかっていうのも気になるところか。お、なんか動いてる。なんだこれは。サーチの音楽に反応している？お、反応してる。おー、毒クラゲ反応するんだな。おー、いいね。音楽には反応してないっぽいな。おー。あの赤い部分がなんかに反応してんだろうな、きっと。さあ、星2のネオラント。何かぶつかったところ、リンゴをぶつける恒例のショットですね。
そしてサメ肌、これも怒っているやつ。何かぶつかったところ。威嚇というわけではないんだな。おー、でもかなりいいな、これ。お、いいじゃん、結構。毒クラゲ。あまり見ない行動だ。サーチの行動になんか反応してるやつですね。ポーズはもっといいの狙えたっぽいな、これは。お、大きさいいね。いいね。1のスコアか。よし、いいんじゃない？